皆さん、こんにちは。アスコストロンゲストです。今回ご紹介する本は、はい、こちらです。川の学校、野田と介さんです。えーとまあ、私はあのー、世の中にですね、尊敬する方々はもうたくさんいらっしゃるんですけれども、もう野田さんはですね、かなり上位に位置しています。あのですね、まあ、カヌイストなんですけれども、 何て言うんでしょうねまあことなんですねでこれはあのただ危ないからって禁止しててそれだけの話だと思うんですけれどもまあ私もですね実はあの川で遊んだことはあったんですがあの禁止されてたんですねただまあちょっと親と一緒だったんでちょちょっとまあ遊んだという記憶はあるんですけれどもまあそれは何十年も前の話で今なんかもうほとんど禁止されてるんですね。 そこをですねあの川の学校を開いて、まあ、今までその川に親しんでいなかった子どもたちを集めてですね、まあ、あの楽しく遊ぶこれは絶対親が関与しない親が関与するともう子どもは硬くなっちゃうのでもう絶対あの親を混ぜないであのスタッフだけでこうなんでしょうねあの回していくそのようなことをですね何度も繰り返してとてもうまくいってるんですね。 でまあ最近はもう本当に過干渉過保護の親が増えているんですけれどもあのそこをですねあの親にもあの今度は子供じゃなくて親にもちゃんと川に慣れさせようということで子供と親を分けてちゃんとこうあの運営していらっしゃるようですもうこの本をあの読んだだけですねもう本当に感動して涙が出そうになります皆様にもですね今のこの川の状況をぜひ知っていただくために読んでいただきたい。 と思います。はい、今回もご覧いただきましてありがとうございました。またこのようにですね、あのとても感動する本がありましたらこちらでご紹介しますので、次回もまた見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。